親不幸通り、親不幸通りとは、福岡県福岡市中央区天神地区北西部を南北に走る、福岡市道幹線2級舞鶴役員線、天神満潮通りの一部分の通称である。親不幸通りという名称は、もともと地元の二大予備校が集まる地区であった、ところから老人生が集まる町として付けられた通り名で、市民の間では、天神満潮通りの名称よりも浸透して、 親まれてきた。1980年代後半から1990年代、初頭のバブル時代には若者たちが集まる繁華街として賑わったが、バブル崩壊後は人通りが少なくなるとともに、治安悪化も指摘されるようになり、2000年に親不孝通りと解消された。しかし、その後の治安は回復するものの若者を中心とする最盛期の賑わいは取り戻せないままであったことから、 地元商店街から愛着のある親不幸通りへの名称復活運動が起こり、2017年に元来の親不幸通りへと名称が戻された。飲食店や若者向けのクラブ等の娯楽施設が立ち並ぶ繁華街として知られている。名の由来は、1976年、昭和51年に大手予備校がこの地に移転してきたことに始まる。1970年代当時、 通りの北部に水木学園、九州英数学館という地元の予備校が運営されていた。通りの南部に公共交通機関の路線があったことや食堂などが通りに出店したことなどから多くの予備校生がこの通りをたまり場とするようになり、喫茶店に遊びに来る予備校生にオーナーが老人生なのに勉強せずに遊ぶ親不幸者ばかり、来るから親不幸通りやなと。 冗談で言ったことが、親不幸通りが使われ始めたきっかけとされる。これがやがて自然と定着してゆき、観光マップにも記載されるようになっていったと言われる。1970から1980年代当初は、予備構成を含めた若者を対象とした、喫茶店やゲームセンター、小さなライブ喫茶などが立ち並んでおり、活況を呈していた。この時期に、明太ロックに関連する。 ライブ喫茶、80S ファクトリーが一時期出店したり、輸入レコード店、ジュークレコードが出店、現在も営業している。次第に、居酒屋やバー、カラオケボックスなどが立ち並ぶようになり、夜の街へと変貌していった。バブル期には、九州最大級のディスコマリアクラブが開店。同時期にストリートミュージシャンの聖地にもなり、若者の街として全国に知られるようになった。 一方、親不幸通りの名前の由来となった二つの予備校は、少子化と、その後相次いで、福岡に進出した大手全国区予備校、河合塾、代々木ゼミナール、寸大予備学校など、の影響を受けて並行、または予備校としての営業を終了している。若者の集まる、繁華街として賑わう一方で、暴行や、薬物などの犯罪なども増加した。 九百九十三年には長浜公園に舞鶴交番が設置される。九百九十七年、平成九年に警察がこの地区を重点的に監視して百人以上を補導し、そのうちの何人かが親不幸通りの名に惹かれてやってきたと答えたという。もともと大学受験浪人のことを親不幸と称して自然発生的に生まれた通称名であったが予備校閉校後に その意味を知らない世代の若者に曲解され、親不幸通りという名称から抱くイメージが悪く、犯罪の誘発の一因となっているという声が上がり、警察署が福岡市に親不幸通りの名称を使わないようにと要請。これを受けた福岡市は、同じ年の1997年、平成9年のうちに観光パンフレットから親不幸通りの名称を削除し、代わりに、 天神よろず町通りと記載した。本来の天神万町通りの名称を浸透させようと、福岡市や通り沿いの商店が、親不幸通りと書かれた看板等を撤去したものの、長年慣れ親しんできた名前が削除された、地元民には不評浸透はしなかった。その後は、よろず町通りという名称を経て、論争の末に2000年、平成12年に、親不幸の発音を残した。 親不幸通りと解消された。バブル期は深夜まで若者たちの賑やかな声が響いていた繁華街も、1991年に始まったバブル崩壊後は、マリアクラブもなくなり、人通りも激減した。イメージ刷新のために、親不幸通りと解消をしたが、かつてのような賑わいが戻ってくる様子はなく、落ち着いたかのように見えた。 親不幸通りのネーミングも地元住民には十分に着するには至らなかった。地元商店主たちがかつての愛着のある親不幸通りの名称で足が遠のいた若者たちを商店街に取り戻そうと地元住民らのアンケート調査と意見交換をし話し合った結果7割以上の賛同を得て2017年2月に親不幸通りに再び解明された。現在でも通りには クラブやライブハウス、ダンススクール、ドラァグクイーンの劇場などが営業しているが、天神の南下、北天神山椒と共に一時期の過度な賑わいは薄れてる。通り金傍の長浜公園直近には、ドラムロゴス、ドラム BE-1 など、全国的にも有名なライブハウスが立ち並び2010年代のライブコンサートブームにおいて、福岡の拠点となっている。 特にゼパ福岡の閉鎖期間中。2015年頃から地元商店主たちがかつての愛着のある名称で足が遠のいた若者を取り戻そうと、再び親不幸通りという急賞を復活させる動きが高まっている。急賞復活に動いた天神山頂目町内会長の吉永拓也は昔から親不幸者と自覚しながら、 DJ やダンサー等の夢を追いかける若者を受け入れ、応援してきた街だった。これからもそうありたいと述べている。また、福岡市長の高島総一郎も、わい雑な部分もまた街の魅力。個人的には、いいんじゃないかと思うと、名称復活を支持する発言をしている。西日本新聞が、福岡市界隈の市民50人に聞き取り調査をしたところ、親不幸派26人。 親不幸派20人、どちらでも良いが4人との結果だった。親不幸派からは、世間の話題となり、集客につながるのではないか。名前の由来は、話のネタになる。かつては韓国から遊びに来た友人に面白おかしく、説明できたのにという意見がせられた一方、親不幸派からは、普段と、本当に、親不幸をしている気分になっちゃう。親不孝通りの名称は、いく付きで、昔。 事件でもあったのかと思っていた。せっかく縁のい字なのに、戻したら、また治安が悪くなりそうといった意見が寄せられた。ヤフー意識調査が2015年11月28日から12月8日に、親不幸通りに名称を戻すべき。という題で、アント調査を行ったところ、合計37,979票のうち、親不幸通りに戻すべきが61.4%。 親不幸通りのままが良いが13.5%、違う名前にするが15.5%、わからないが9.6%という結果だった。2017年2月9日、地元の協議会が急賞、親不幸通りを復活させることを決め、同年2月20日に福岡市に名称変更を申請した。名称アンケートでは、親不幸通り71%、 親不幸通り19%、親不幸通り9%という結果であった。今後は福岡市と共同で水格が座り込む花壇を撤去して歩道を拡大し街路樹も枝葉が広がらない木に植え替えて見通しを良くするなどバリアフリー化する計画である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。